エバーグレーズ地域のインディアンは、今から約1万4000年から1万5000年前に、おそらくは、大型動物を追いながら、現在のアメリカ合衆国のフロリダ半島に、到着した。パレオインディアンと呼ばれるこれらの人々は、乾燥に耐えうる植物の藪が広がるプレーリーに、適応できる動物が生息する、乾燥した、この地に住み着いた。フロリダでは1万1000年ほど前に、 大型動物が絶滅した。約6,500年前に気候変動が起こり、この地は雨量が増えて湿潤になった。パレオインディアンは少しずつ新しい気象条件に適応していった。考古学者はパレオインディアンが新しい気象条件に適応して生んだ文化をアーケイック人文化と呼んでいる。アーケイック人はそれ以前にこの地に住み着いていた。 パレオインディアンよりもうまくこの地の環境変化に対応し持っていた資源から多くの道具を作り出した。約5000年前、気候が再度変動して、オキーチョビーコが定期的に洪水を起こし、エバーグレーズの生態系が出来上がった。カリブ海や南アメリカに発するアラワク族の流れを組むた、イノ族の祖先である、カルーサ族とテケスタ族という二つの部族が、 アーケイック人文化からこの地域に現れた。これらの人々に関する最も早い記録はスペイン人探検家によるものであり、彼らを回収させ征服しようとしていた。彼らは複雑な社会に住んでいたが、その存在したという証拠は今日ほとんど残っていない。カルーサ族の方が人口や政治的な構造でも強力だった。その領土は 現在のフォートマイヤーズを中心に、北はタンパまで、東はオキーチョビーコに、南はフロリダキーズにまで及んでいた。鉄ス多族はフロリダ半島の南東部海岸、今日のビスケイン湾とマイアミ側となっているところの周りに住んでいた。どちらの社会もエバーグレーズ地域の様々な生態系にうまく適応していた。彼らはエバーグレーズの中心部まで行くことも多かったが、 その中に住むことはほとんどなかった。スペイン人との関わりができて210年以上経った後、インディアンの両部族は結束を失った。公式記録によれば戦争と薬病を生き残った者たちは18世紀後半にハバナに移されたことになっている。孤立した集団はセミノール族の社会に同化した。セミノール族とはクリーク族インディアンのバンドが フロリダにいた先コロンブス記者会で生き残っていた構成員を独自の部族に統合して北フロリダで一つの部族となったものだった。セミノール族は1835年から1842年まで続いたセミノール戦争の間にアメリカ軍からエバーグレーズの方向に追われた。アメリカ軍がこの地域でセミノール族を追った時に地域の大半を 初めて探検した記録のいくらかが生まれた。セミノール族はエバーグレーズ地域に住み続け、州全体にある6カ所の居留地に作ったカジノのギャンブル収入で自立してきた。人類が最初にフロリダ半島に住んだのは約14000年から15000年前のことであり、今とは全く異なる様相をしていた。半島の西海岸は現在の位置よりも 約100マイル西にあった。大きな砂丘が横たわり、乾燥した地域に特有のあたりを吹き払う風が吹き、花粉のサンプルを分析すると、緑は多くの小さな林と低木のやぶに限られていた。地球上の最終氷河が交代すると、風速が弱まり、植物が増えて多様になった。パレオインディアンの食料には小さな植物や野生動物が入手できていた。 動物としては、ケンシトラ、地上性ナマケモノ、メガネグマがいた。高深魚の巨型動物類は1万千年前頃に死に絶えた。6,500年ほど前、フロリダの気候は、寒深魚の気候再温暖期にあって、再度変化し、雨量が増えた。パレオインディアンは、宿泳地で多くの時間を過ごし、水源の間を移動する時間が少なくなった。 生き残っていったパレオインディアンは現在フロリダ半島のアーケイック人として知られている。彼らは大型動物のほとんどがいなくなった後で小さな動物や魚に依存する主に狩猟採集型の部族となった。その先祖よりも植物への依存度が上がった。変動する気候に適応でき、その結果として生じる動物や植物の個体数変化にも対応できた。 アーケイック初期が始まった頃に長期間の干ばつが始まり、それがアーケイック中期まで続いた。この半島全体で人口は減少したが、道具を使用することはこの時代に大きく増加した。この時代の人々が使っていた人工物には石や骨を加工したドリル、ナイフ、ナタ、アトラトル、水があった。アーケイック後期、気候は再度雨が多くなり、 紀元前3000年頃までに地下水面が上昇し、人口が増加した。文化面の発展も起きた。フロリダのインディアンは三つの似ているが、はっきり特徴ある文化を形成した。すなわち、オキーチョビー、カルーサハチー、グレーズの各文化であり、その部族の領土の中心とする水域の名前を取っていた。グレーズ文化は、 貝塚で発見されたものに基づいて3つの時代に分割できる。1947年、考古学者のジョン・ゴッキーが貝塚を検査した後に3つの時代を説明した。一つはメートキュームで発掘し、もう一つは現在のネープルズに近いゴードンパス、3番目は現在のベルグレードに近いオキーチョビーコミナミで発掘した。グレードアイ文化は 紀元前500年から西暦800年まで続き、明らかにゴードンパスを中心とし、人工物がまだ少ないので、それほど文化的には進んでいないと考えられる。見つけられたものは主に河原家であり、ザラザラとして平板である。グレード2の時代は、西暦800年に文化的に発達したものが見られるようになり、より装飾の多い河原家。 南フロリダの全体で道具を多用し、埋葬場所で宗教に関わる人工物が出土しているのが特徴である。西暦1200年までにグレード3の文化はその発展の高みに達していた。土器はその装飾の種類で分類できるほど装飾的になっていた。さらに重要なことは、貝殻でできた宗教的装飾品の発展を通じて文化の拡大が証拠付けられており、 埋葬の儀式に関して大きな土盛り工作物を建設していた。グレード3文化からエバーグレーズ地域の中や近くに住んだ2つの異なる部族、すなわちカルーサ族とテケスタ族が発展した。エバーグレーズ地域の中や近くに住んだ部族の考古学的領区文、1513年から1743年1566年以降、 フロリダの住人として知られているのはヨーロッパ人探検家や開拓者が記録したものである。フアン・ポンセデレオンは1513年にフロリダの先住民と最初に接触したヨーロッパ人とされている。ポンセデレオンはエース族やテキスタ族だと考えられる部族の敵対に遭い、その後フロリダ半島の南端であるセーブル岬を回って、 南フロリダでは最大かつ強力な部族であるカルーサ族と出会った。カルーサ族の少なくとも一人が流暢にスペイン語を話した。そのスペイン語を話す者はイスパニョーラ島から来たと考えられたが、人類学者はカルーサ族とキューバやフロリダキーズに土着の人々との間の対話や交易は普通に合っていたことであり、すなわちポンセデレオンは フロリダの先住民と接触した最初のスペイン人ではなかった。ポンセデレオンが2回目に南フロリダを訪れた時にカルーサ族によって殺されたのでカルーサ族は暴力的であるという評判が立ちその後の探検者は彼らを避けるようになった。カルーサ族とスペイン人が関係を持った200年以上の間でスペイン人の回収させようという試みに抵抗し続けることができた。 カルーサ族は、スペイン人から、カルロス族と呼ばれており、これは、カロスに、音が近く、マスコギ語で、黒いあるいは、強力なを意味する、カロの派生語だった。カルーサ族について現在知られていることの多くは、エルナンド・デ・エスカランテ・フォンタネダが与えている。フォンタネダは1545年に、フロリダ海岸沖で乗っていた船が難破した時に、唯一生き残った13歳の少年だった。 カルーサ族の間で17年間生活し、その後の1566年に探検家のペドロ・メネンデスでアビレスがフォンタネダを見つけた。メネンデスはフォンタネダをスペインに連れて行き、そこでフォンタネダの経験を本にした。メネンデスは将来スペインが植民地を建設するのを容易にするためにカルーサ族との関係を築いておく意図があった。長すなわち、カシケは、 スペイン人がカルロスと名付けた。カルーサ族社会で重要な地位にある者たちはスペインの伝統に乗ってカルロスやフィリップと名付けられた。しかしフォンタネダが記していたカシケのカルロスはスペインの植民地時代に最も強力な州長だった。メネンデスはスペインとカルーサ族との間の関係を構築するためにカルロスの姉妹と結婚した。このようなことは 南フロリダの人々の社会ではよくあることだった。競合する町の間の紛争を解決し、合意を取り付けるために一夫多妻が手段として用いられた。しかし、メネンデスはすでに結婚しており、この結婚には不快を表明した。結婚を避けることができないままに、カルロスの姉妹をハバナに連れて行き、そこで教育を与えた。ある証言では、彼女が数年して死亡し、 この結婚が成立することはなかったとしている。カルーサ族によるアリゲーターの頭の木彫り、1895年にキーマルコ遺跡で出土、フロリダ自然史博物館に展示、フォンタネダは、その1571年の美貌録で、カルロスがフロリダ西海岸、オキーチョビー湖周辺とフロリダキーズにある50の村落を支配していた、と説明している。 オキーチョビー湖の東に住んでいたエースやジェーガといった小さな部族が定期的にカルロスに対して貢物を差し出していた。スペイン人はカルーサ族がナンパ船から宝物を取り出し、その大半をカルロスが受け取るとともにエース族やジェーガ族に金や銀を配っているのではないかと疑った。カルーサ族の主要な村とカルロスの家は現在のマウンドキーにある。 エステロ湾に接しており、カルーサハッチー川がメキシコ湾に注ぐところだった。フォンタネダは人身ごくよくある慣習として記述している。カシケの子供が死んだ時、各住民が一人の子供を生贄に差し出し、カシケが死んだ時は、その重牧が死での道に加わるために犠牲にされた。毎年カルーサ族の偶像をなだめるために、一人のキリスト教徒が生贄に求められた。 様々な大きさと型の貝塚を建設することもカルーサ族にとっては精神的な意味合いがあった。1895年、フランク・ハーミルトン・クッシングがキーマルコで大きな貝塚を発掘した。それは数百ヤードの長さがあるテラス数段で構成されていた。クッシングはカルーサ族の人工物を数多く発掘した。その中には骨や貝殻でできた道具、 土器、人骨、マスク、木製の動物の彫刻があった。カルーサ族はその先祖と同様、狩猟採集民であり、小動物、魚、亀、アリゲーター、貝類、及び様々な植物で生活していた。地域にある柔らかい石灰岩をあまり使っておらず、その道具の大半を骨や歯で作っていたが、尖らせたヨシを効果的に使っていた。武器は、弓とや、 アトラトル、槍だった。大半の集落は川口あるいは、キー諸島にあった。交通のためにカヌーを用いており、カヌーの道を遮るエバーグレーズの中や周辺にある、カイズカがその証拠だった。南フロリダの部族は、エバーグレーズをカヌーで通ることが多かったが、めったにその中に住むことはなかった。キューバまでカヌーで行くことも普通に行われた。 カルーサ族の集落は一つの集落に200人以上の住人が住んでいることが多く、その社会は階層構造に組織されていた。カシ家とは別に僧侶や選手の階層があった。家族の絆が階層構造に反映され、エリートの間では兄弟姉妹間の結婚も普通にあった。フォンタネダはこれらインディアンには金もなく、銀もなく、衣服も少ない。 ヤシの葉を織った腰周りの衣類を除いては裸であり、男性はそれで自身を覆っている。女性は木の上に生える、ある種の葉で似たようなことをしている。この葉はウールのようであるがそれとは異なるものであると記していた。建物については、ほんの一例のみ記されていた。カルロスが千人以上入る部屋と窓のある大きな家で、メネンデスに会見したことだった。 スペイン人の僧侶とカルーサ族は、ひっきりなしに争っていたので、カルロスを制御できないことが分かった。カルロスはある、スペイン兵が、クロス棒で撃って殺した。カシケ、カルロスの死に続いて、その社会の指揮権は二人の、カシケに渡ったが、いずれもスペイン人に捕まって殺された。スペインが占領を始めた時のカルーサ族の、推定人口は、4000人。 ないし7000人だった。その社会はカルロスの死後に力と人口を失っていった。1697年までに人口は約1000人にまで減っていたと推計できる。18世紀初期、カルーサ族は北の山シー族からの攻撃にさらされるようになった。多くの者はキューバへの移動を求め、そこでおよそ200人が病気で死んだ。残った部族員のいくらかは後に、 フロリダに移り、最後は18世紀中に発展したセミノール族に同化された可能性がある。南フロリダでカルーサ族に次いで力と人口があったのがデケスタ族だった。彼らはフロリダ半島下部の南東部、現在のマイアミデイド軍やブロワード軍を占有していた。カルーサ族に支配されていた可能性もあるが、カルーサ族の歌式に従うのを拒否することもあり。 それが戦争につながったという証言がある。カルーサ族と同様、エヴァーグレーズの中で生活することはほとんどなかったが、海岸のプレーリーや淡水沼の東にある松の岩場は住めることが分かっていた。テキスタ族領土の北はエース族や J ガ族の領土に接していた。カルーサ族と同様、テキスタ族の社会は過去を中心にしていた。その主要な集落はおそらく、 マイアミ川あるいはリトル川に沿ってあった。リトル川沿いにある大きな海塚はかつて集落があった場所を示している。鉄血多族の社会の痕跡はほとんどないが、マイアミサークルと呼ばれる考古学的に重要な遺跡が1998年にマイアミ市中心街で発見された。鉄血多族の建造物の名残である可能性がある。その重要さはまだ判断できていないが、 考古学者や人類学者が研究を続けている。ペドロ・メネンデスでアビレス、テケスタ族と友好的な関係を続けた。スペイン人はその水夫たちがテケスタ族を大いに恐れていたと書いている。テケスタ族がナンパ船の生存者を拷問にかけたり殺したりしたと考えていた。スペイン人僧侶はテケスタ族が戦っていた部族と和解するときに、 子供を生贄に捧げたと記している。カルーサ族と同様、テキスタ族は小動物の狩猟を行ったが、食料として植物への依存度が高く、貝類はそれほど食しなかった。農耕栽培は行わなかった。カルーの操作に熟練しており、フォンタネだがクジラだと言っていたものを対応で買ったが、おそらくそれはマナテだった。マナテを投げ毛で捕らえ、その鼻先を引いてきた。 スペイン人との最初の接触は1513年のことだった。フアン・ポンセデレオンが、チェクシャーあるいはビスケイン湾と呼んだ湾に立ち寄った。ポンセデレオンは、テキスタ族に歓迎されないことがわかると、そこを離れて、カルーサ族との接触に向かった。メネンデス・デアビレスは1565年に、テキスタ族と出会い、彼らと友好的な関係を続け、家屋数件を建て、 伝道書を設置した。州長の老いをハバナに連れて行って、教育を受けさせ、州長の兄弟はスペインに連れて行った。メネンデスが訪れた後、テキスタに関する記録はほとんど残されていない。1673年に彼らに関して言及されたものがあり、さらにスペイン人が接触して回収させたものだった。テキスタ族が存続していた間に最後に現れるのは、 1743年に、スペイン人僧侶のアラーニャ神父が書いたものであり、別の部族から攻撃を受け続けていると記されていた。その生存者はわずか30人になり、スペイン人がハバナに連れて行った。1770年、イギリスの測量士がテケスタ族が住んでいた地域の多くの集落跡について、記していた。考古学者のジョン・ゴッキンが、1820年に、 ヨーロッパ系アメリカ人がこの地域に入植してきた時までにテキスタ族の段階はすべてセミノール族に同化されていたと示唆した。1820年にフロリダにいたインディアンに関する記述はセミノール族のみと同定されるものである。サイプレスタイガーのセミノール族家族、1916年カルーサ族とテキスタ族が消失した後、 南フロリダのインディアンは1740年代にスペイン系インディアンと呼ばれていた。これはおそらくスペインとの良好な関係を築いていたためである。1763年にスペインが7年戦争に敗北し、1783年にアメリカ独立戦争が終結したその間はイギリスがフロリダを支配していた。セミノールという言葉が初めて使われたのは、 イギリスのインディアン代理人が1771年付の文書で記録したものだった。この部族の始まりはぼんやりとしているが、記録によれば、クリーク族がフロリダ半島に侵入し、さきコロンブス期の社会から残っていたものを征服し、同化してクリーク連邦の中に組み入れたことを示している。その文化が混合したことは、現在のセミノール族の中にある言語的な、 影響力の中に顕著である。様々なマスコギ語族の言語、特に、ヒチティ語、クリーク語、さらにティムクア語が残っている。19世紀初期、アメリカ合衆国のインディアン代理人が、セミノール族のことを次の要領で説明している。セミノールという言葉は、逃亡あるいは断絶を意味している。かくして、フロリダ巡州のすべてのインディアンに適用される。彼らのべてが、 クリーク族からの逃亡者だからである。言語学的に、セミノールという言葉は、クリーク語の、スア、マ、オルを合わせたものであり、太陽神が愛さない人々あるいは、呪われたを意味している。チャーリー・サイプレスのような、セミノール族は、エバーグレーズを住みにした、写真は1900年現在のアラバマ州とジョージア州を中心にしていた、クリーク族は、 征服した部族を自部族の中に取り込んでいったことで知られていた。サウスカロライナ州やジョージア州で奴隷制度から逃亡してきたアフリカ人がフロリダに逃げてきていた。彼らはスペインがカトリックに改収すれば自由を与えると約束していたことに惹かれ、セミノール族に入る道を選んだ。セミノール族は当初フロリダの北部に入植していたが、1823年のムールトリー、 クリークの条約によって、オキーチョビー湖の北にあるインディアン居留地、広さでは500万エーカーに住むことを強いられた。彼らは、間もなく、南に進出し、エバーグレーズ地域では、人口約300人となった。その中には異なる言語を話す類似した部族である、ミコースキー族のバンドがおり、ビッグサイプレスに住んでいた。カルーサ族やテケスタ族とは異なり、 セミノール族は農業に多く依存し、家畜を育ててもいた。食べるためのものを狩猟し、ヨーロッパ系アメリカ人と交易した。側面を開放し屋根をヤシの葉で拭いたチッキーと呼ぶ家に住んだが、おそらくこれはカルーサ族から受け継いだものだった。1817年、アンドリュー・ジャクソン将軍がフロリダを侵略し、アメリカ合衆国への併合を急がせた。 これが第一次セミノール戦争となった。フロリダがアメリカ合衆国の領土となると開拓地が増加し、開拓者とセミノール族との間の紛争が頻繁になった。第二次セミノール戦争の結果、フロリダにいた4000人のセミノール族の大半が移住させられるか殺されるかした。セミノール戦争の結果、インディアンはさらに南に押し込まれ、エバーグレーズに行くことになった。 エバーグレーズを逃げ場としなかったインディアンは、インディアン移住法のもとに、現在のオクラホマ州にあったインディアン巡州に移住させられた。第三次セミノール戦争は1855年から1859年まで続いた。その間に20人のセミノール族が殺され、240人が移住させられた。1913年までにエバーグレーズの セミノール族は325人に過ぎなくなっていた。川の中あるいは松の岩場森林に形成された後期の島である後期草林の中にその集落を作った。セミノール族の食料はひきわりトウモロコシ、ザミアの根、魚、カメ、鹿、小動物だった。集落は草林の大きさが限られていたために大きくなく、平均して1エーカーから10エーカーの間だった。 集落の中心に料理小屋があり、最大の構造物が食事のために取って置かれた。セミノール族が北フロリダに住んでいた時、クリーク族の先祖に似た動物の皮でできた衣服を着ていた。エヴァーグレーズは厚く湿っけているので、異なるスタイルの衣服をまとうように適応した。重いバックスキンの服に代わって、軽い綿布でできたキャラ子のパッチワークであったり、よりフォーマルな場合には、 絹でできた衣類を着用した。セミノール戦争の結果、エバーグレーズのアメリカ軍の兵力を交じ、それまで記録されていなかった多くの地域の探検が進んで地図化もされた。エバーグレーズの地図化や海図作成を行った軍隊の士官に、1848年、トマス・バッキンガム・スミスが接触して、農業用途のためにエバーグレーズ地域を排水することの可能性について相談した。 第3次セミノール戦争が終わってから1930年まで、エバーグレーズ地域では数百人のセミノール族が比較的孤立した形で住み続けていた。20世紀初期にこの地域の洪水制御と排水プロジェクトが始まり、多くの土地を開発できるものに変え、自然環境を大きく変化させた。ある地域は浸水させたままであり、一方で、 元の湿地を乾燥させて工作可能にした。これらのプロジェクトは1930年にエバーグレーズ地域を2分したタミヤミトレールの完成と共に古い生活様式を終わらせ新しい機械を導入させた。白人の開発者と観光客が着実に地域に入ってくるようになり、インディアンは土地の農場、牧場、土産物店で働き始めた。 彼らはエバーグレーズの町のために土地を開墾し、干ばつの間にエバーグレーズ国立公園に伸びが発生した時には、アメリカ合衆国国立公園局が採用できた最良の消防士にもなった。南フロリダの都市圏が成長を始めると、セミノール族のミコースキー氏族がエバーグレーズと密接に関わるようになり、プライバシーを求めながらアリゲーターと戦ったり、工芸品を売ったり、 その土地のエコツアーのガイドとなったりして観光客を誘致する役割を務めた。2008年時点でフロリダ州の全体にセミノール族とミコースキー族の居留地が6カ所あり、カジノを運営してその部族の生活を支えている。ありがとうございます。